こんにちは、ギズモードのアミトーです。 CTEC2019 というイベントに来ました。未来のモビリティだったりとか IoT スマートホームだったりとか、未来の技術が一堂に集まっている会場です。 CTEC2019 のリクシルさんのブースに来ました。展示されているのはこのトイレのシステムです。名前はトイレからのお便り、メールフロムトイレットです。どういうシステムかというと、僕らの便を AI で画像認識して便のタイプを記録してくれるというシステムです。なんでそんなことするのかっていうと、便は僕らの体調の鏡なんですよね。出た便の形とか柔らかさとか色によって自分の体調が分かると。特に高齢者の方、高齢者施設の方で大便の記録を毎日手動でやってるらしいですね。それを自動でできるというシステム、大変画期的、大変クソ真面目なシステムでございます。でここにセンサーがありまして、カメラとライトがついてます。なので座って暗くなってもこのライトを照らしながら画像を撮影して AI で便のタイプを識別すると。で便のタイプがこちらです。実はこれもう国際的に便のタイプが7種類に分けられていまして、タイプ1の電力豆タイプからタイプ7のリキッドタイプまで数多く揃えております。で便の大きさも大中小と、でこのタイプと便の大きさの組み合わせで体調の管理をしていくと。特に高齢者の方は便秘で腸閉塞になったりとか、あとは下痢で脱水症状が起きたりとか、そういったことがあるので毎日記録することは大事。それを今まで手動でやってた、それを用を足すだけで自動で識別してくれると。ちなみにまだ研究開発中のシステムで実用化はまだされてないんですけれども、今後高齢者施設に導入されていく可能性があります。じゃあちょっとデモしてみたいと思います。今ここに3種類、ミートボールタイプとバナナタイプとリキッドタイプとあります。でちょっとリキッドタイプが大変リアルだったのでバナナタイプで行かせていただきます。ちょっとかなり模型がリアルなんでモザイクかけますね。はい、形はですね、綺麗な S 字カーブを描いております。でこの終わり際の尖った感じとかも大変リアルに再現されていて、艶も色も、すごくリアルです。じゃあ便置いたので便座を下ろして、でこれ座ったとします。で暗いんですけど LED でちゃんと照らされてます。で画像認識されてもうすでにタイプ4の大きなうんちだということが、識別されてます。このようにクラウド上に、施設の患者さんの便の記録がされていくと。でちょっと注意マークとか出てますね。体調おかしいんじゃないですかみたいなのがすぐに分かると。便を記録するってことは子供でも大人でも大事で、やっぱ生まれた時ってお母さんが大便記録してくれるんで、それをなんで僕らはやってないんだと、まずは高齢者から始めましょうということです。僕もふざけてないし、リクシルさんもふざけてないです。クソ真面目なシステムです。クソ真面目だけが取り柄のギズモードジャパンでございます。それではリクシルさんのトイレからのお便りを、アミトーからのお便りでお届けしました。さよなら。